皆さんどうも、香港在住のゆうやです。いかがお過ごしでしょうか今日はですね、香港のボーナスについてちょっとお話ししていきたいなと思います。まあ、実際に僕が何ヶ月分もらったのかとかもあの公開していきたいなと思います。あとは他のマーケット事情ですね。他のホテルとかでどんだけもらっているのかっていう情報も入ってくるので、それも含めてお話ししていきたいなと思います。 まあ今ね、バックグラウンドで流している、バックグラウンドというか、はい、あの、去年行ったね、アンコール・ワットの動画を流しています。まあ、正直、あの、これ流してるだけで、僕はこれから話す内容には全く関係ないので、まあ、簡単に流し見しながら聞いていただけたらなと思います。ちなみに、ここで見せているのは、アンコール・トムのところから回った近くにあるテ、テケオ・テンプルというところですね。 日本語読みだと竹雄テンプルになるのかなあの TE って書いててけよですね。ちょっとね、前にもちょっと前というかかなり前かな、この動画、こう旅の動画作るのをギブアップちょっとしてしまったので、全然ね、荒れてないんですけど、だいたいね、なんかやっぱアンコールワったアンコールトムの後は、どこもね、なんかちょっと同じに見えてしまって、やっぱ作ってる、なんだろう、こう作りの方向性っていうのが、どれもね、やっぱり同じなので、 うんなんか違いがね、なかなか、やっぱ、あとアンコールトムとアンコールワットが本当に豪華で、それに比べるとちょっと見劣りするなという感はありますが、本当に素晴らしいところで、この竹オテンプルに行った後も、右に回って違う遺跡も回っている動画が流れるかなと思います。ちなみにこれ、僕の動画は、ちゃんと動画というか、その映像も見ながら聞いていただけている方が多いのでしょうか。 それともなんかこう、なんだろう、ラジオみたいに、本当に音声だけ聞いている方が多いのでしょうか。ちょっとね、そこら辺はね、YouTube のなんかアナライズとか見ても全然出てこないっていうか、把握しきれないので、もしよかったらね、コメントの方に、あ、いつも映像を見てますとか、いや、僕は音声だけ聞いてますとか、なんかそんな風なコメントをいただけたら、すごく嬉しいなと思います。はい、ということで、 そうなんんでですすよ。よ。ボーナス、ね、出たんですよいつもねあの旧正月の前にボーナスが出るので僕は1月の後半か、いつもね1月末というかその月末にこうお給料が入ってくるので1月末の給料にボーナスが含まれていました、まあ、それ以外にもねもう一個嬉しいニュースがありまして、まあ、それも後ほど報告したいと思うんですけれども。 ま、早速ね、言ってしまいましょう。僕がいただいたボーナス。今年のボーナスは2.5ヶ月分でした。2.5ヶ月です。というとこで、僕は半年間しか働いてないので、約1ヶ月と1.25ですね、分のお給料をエクストラでいただきました。いやー、良かったですね。ちょっとね。 結構うちのホテルのエクスペンスが出費が多かったのでどうなるかなと思ってヒヤヒヤしましたが2.5か月分というところでまあねこのね何だろうこう額が少ないと大変なことが起きてしまうんですよまあちょっとそのことにもねあのこれからお話をしていきたいなと思います香港のねスタッフっていうのは本当にマーケットにそのお給料関係ですね本当にシビアに見ていて 他のホテルがいくらだとか、そういうのもすっごくよくよチェックしてるんですよ。か またね、ホテル業界ってすごく狭い世界なので、やっぱりつながりがたくさんね、横にあって、あうちは何ヶ月だったとか、うちは何ヶ月だったとかっていう情報もすぐね、出てくるので、そうなってくると、そこでこう比較をして、あっ、あっちの方が全然いいから、もうこのホテルやーめよとか言って <laughs>、ね、違うホテル行っちゃったりするんですよ。なので、まあ、2.5っていうのは、今年としてはまあまあまあ、それなりかなという感じです。 めちゃくちゃ良くもないし、まあ悪くもないしという感じですね。もう1ヶ月1.5か、1.5とかだったらやめますっていう人とか、もうザラにいます。もうそういう声をよく、あの、ボーナスが出る前に、ゴシップ的な感じで聞いていました。結構、結構階段きっつ。うん 1一個1個がかなり大きい階段がちょっとね今音声流して入れましたけどはいこれで入れるのは最後ですご安心くださいあのなんとなく入れたいなと思ってちょっと入れてみました、まあ、ホテルの話戻りますけど、えー、とそのボーナスですね他のホテルねあるホテルを聞くと一番高いところで 3.5ってすごいですよね3ヶ月半分っていやーいいですよねまあ本当はね僕的には年収でねそのボーナスなしでちゃんとこう毎月毎月いいお給料もらえるっていうのがベストなんですけどだって毎年ねそのチャイニーズニューイヤー近辺でやめるとは限らないんでなんかねいいこうオポチュニティが機会があって じゃあ、10月に辞めますとかってなったら、まあ、もらえないですからね。やっぱりチャイニーズニューイヤー前までいないともらえないので。でもね、その3.5を出したホテルっていうのは賢くて、実はね、その3.5っていうのは一気にもらえるんじゃないんですよ。それをちょっと分割するんですって、ちょっと明確に何カ月分に分けて、いついつっていうのは分かんないんですけど、確かね、2回か3回に分けて支給していくらしいんですよ、そのボーナスを。 ってことは、その間にやめてしまったら、受け取れないんですよ、その額を。ああ、なるほどな、賢いなと思いました。ちょっとそういうのはね、初めて聞いたので、うん。うちのホテルに関しては、その2.5ヶ月分を一括でもらえるということで、もうすでにいただいています、1月末に。3.5、まあ確かに魅力的だけど、半分に分けられたとしたらね、ね 1.75を一括一括じゃないやえっと分けてもらうってことだからうんって感じですよね3回に分けたとしたら1ヶ月ちょっとのボーナスを3回に分けてもらううんうんって感じですね <laughs> まあ高いにはそれなりのリスクがあるというか、まあ、いずれにせよそのホテルは賢いなぁと思いました まあでもそれ以外のホテルですごいなと思ったのは3.25分だったかな3か月とあと0.25っていうのを一括でっていうホテルも確かありましたそれが一括では最高なんじゃないかなう,ん、まあ、うちのホテルね2.5っていうことでまあ、先ほど申し上げた通りよすくもなくまあ悪くもなくっていうことでそこまで辞める人は出ませんでした やっぱりね、毎年のことなんで、もうみんなで狙ってるんですよ。チャイニーズニューイヤー前のそのボーナスをお給料と一緒にいただいて、じゃあ、もう本当にその次の日とかに、あ、辞めますって、辞職願い、退職願いを出すっていうパターンがもう、もう香港ではお決まりなので、そこでね、その人材のマーケットっていうのはかなり大きく動きます。もうなんかお祭り事じゃないけど、もう一個のイベント事なんですよね。うん。 なので、まあ、それはそれでいいんですけど思った以上にこう少なかったので辞める人数が、まあ、僕としてもで僕もマネージメント側なんであんまり一気に辞められちゃうとやっぱり困ってしまうので、まあ、その点に関しては今年良かったかなと思いますでちなみにね、そのボーナスっていうのがあのいなんだっけ、何をとしちゃって、えー、と契約書だ契約書にはちゃ,ちゃんと明記されてるわけではないんですよ 日本だったらねこう、確定分のボーナスって何カ月出ますよとか書いていたりして、その分は確実に出て、そしてそれ以上にもしかしたら出るかもしれないみたいな感じだと思うんですけど、大体香港のホテル、あのまあ、ホテルだけじゃないな、マーケットに関してはこう、ダブルペイってよく言うんですけど、まあ、そこに関してはあの営業の利益次第で変わりますよということで。 こう確約されてるボーナスっていうのはほとんどのところがないですでもやっぱりこう少ないと人材が出てしまうのでさっき言った通りやっぱりそれなりに出してはきますゼロってことはまあまあ本当のなんだろうこう経済のマーケットのショックがない限り起きないですねなんかねでも久々にこうボーナスというボーナスを頂けたので気持ち的にはかなりねやっぱ潤いますよねうーん まあこのねやっぱ数年間はコロナとかもあってでホテルの前は僕待ち場にいたので、ね、もちろんコロナ中ちょっと給料が減ったりだったりとか、まあ、ボーナスも出なかったしそういったのを考えると、はああなんかこう本当に心がほっこりしたというかまあねそういったのもあったのでもう気持ちよくこうこの前の来詞レッドポケット <laughs> もう大失敗した封筒ですねね、はい、そのね準備とかもできたし気前よくこう周りに配れたのでそういったのも良かったかなと思います、まあ、ちなみに僕がそのね、まあ、エクストラでもらえるわけじゃないですかそのボーナスっていうのは、まあ、それで何をしたかっていうとまずは自分のマニュライフで入っている保険ですねそれを払って後のお金は口座に入れて。 で、その中の一部分で仮想通貨を買いました。いやもうね、仮想通貨ね、今、爆上がりですからね、今現在2月29日なんですけども、はいこの数日間、爆上げしています。まあちょっとね、またそこに関しても新たな違う動画を出そうかなと思っています。今ね、こう、見てくださってる方は多分ほとんどの方が日本にお住まいだと思うんですけど、 日本のボーナス事情は今年はどうだったのでしょうかおそらくあれですよね。日本だから12月末とかに多分もらってるんですよね、ボーナスを。ちょっとあんまりね、僕最近日本のニュースとかも見ていないので、なかなかね、そういった情報に疎いんですけれども、一応ニュースは見るんですよ。朝起きたら ANN のね、YouTube のやつ見たりするんですけど、なんかやっぱ日本のニュースってね、あんまりこう、 なんだろうちゃんとニュースじゃないっていうかもうすごいねもう失望しちゃうんですよ日本のニュース見てるとなんかニュースなのにカレーはライスの右側左側みたいなまあ、だからライスとカレーどっちが右ですなんか左ですみたいなそんなニュースとかやっちゃったりしてていやそれニュースじゃなくてバラエティでやることだろうと思ってなんかそういうの見るとどんどんなんか日本に失望していっちゃって ね、ニュースだったらもっと大事なねそのビットコインのこともそうだし今経済面ですごい影響が出てるのでそういったことのニュースだったりとか世界の政治だったりとか、まあ、今大統領選もやってるからねそのもっと分析だったりとか何かそういったことをもっとやらないのかなと思ってうん、まあ、やってなくはないけどやっぱめちゃくちゃ浅いですよねほんとちょろっと流すだけでそれ以外はあとなんかねあのー 犯罪のこととだったりとか、まあ、もちろんおっきい犯罪はね、警戒にもなるから取り上げるべきだと思うんですけど、いやー、民度かなと思っちゃいますよね。結局視聴率が取れるものをテレビ局を選んでるわけだから、ね、それ、カレーの話で視聴率が取れると思ってるというか、取れるからやってるんでしょうね。そういうのを見ると、なんかすごいがっかりしちゃってわからないので、まあ、だからそのボーナス事情とかも、もしかしたらチラッとやったのかもしれないけど、 僕が見逃してしまったのかあんまりよく分かっていないので、まあそういったこともぜひコメント欄に書いていただけたら嬉しいなと思います。ああとねもう一個大事なことを言い忘れてました。なんとですねお給料が3%上がりました。なんかねこう僕がいるホテルは。 それなりに毎年お給料が上がるそうで、まあ、今回3%ということでね、いや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 、ラッキーですよ。3%ってそれなりな額になりますからね。はい、そういったね、あの、大きいというか、あの、良いニュースもあったので、付け加えさせていただきたいなと思います。ということでね、今回は香港のボーナス事情と、あとは僕がいくら、 いいくらというか、何カ月分もらったのかっていうのを赤裸々なあの内部事情お話ししてみましたそれでは皆さんまた次回お会いいたしましょう See you next time Bye.